頑張る若い衆と、それを見守る古い衆でございます。イエス。ザイオンキャンプ2日目でございます。本日2日目12時スタート&本日スペシャルメニューたけちゃんのカレー。Yeah.
おっさんらが泳いでます。9月20日ザイオンキャンプの醍醐味皆さん味わっておられます。ポルナレフ飛び込み完了。今度発酵させたらお茶、紅茶。全発酵させたらお茶っぱ赤なんねん。赤なったら紅茶。ほんでウーロン茶は半分発酵させねん。それがウーロン茶。煎茶番茶は全部あの最初に行ってしまうから発酵せえへん。発酵止めんねん最初。まあ、紅茶とか発酵させてどうなるかって、あとそれは乾燥させて、自然乾燥とか、まあ、これ言ってもええかもしれない。とか今研究中や。明日あさって作りに行くのに紅茶。予定入って、紅茶で動いてる。紅茶で動いてる。今日お茶を並んでたら、3年番茶。家でうまいで。俺も書いてある。書いてある。うん、お3年番茶、それはお前、お前、巻き焙煎や。コーヒーあるやろ、うん、コーヒーは前茶、そういう気、豆をこういるわけ、うん、お茶を焙煎するんだ。まあ、ドラム缶入れて、紛れ缶とか、それを回すんだ。ほんなら枝茶や、枝も入ってるから、うん、枝が焙煎されてそしたら、あの発酵が止まるやろ、養分だけ出るのになら不思議やろ、だから全部いったら炭になるけど、炭の手前やったら、なんていうの煎茶を緑のまま残した緑茶や、この成分強いから、抗がん性とか、使用に対して強いのは、あの、バイチャー、緑の茶や。だから、内臓とか薬効強いよ。それじゃあ、それを発酵させたら、今度甘くなるから、あの、ウーロン茶とか、紅茶になるやつ。いろんな飲み方あるわ。プーアル茶なんか発酵させて、納屋に入れとくねや。そしたら、あの、稲についてる麹あるやろ。みたいな、あれがお茶についた。で、お茶が発酵するね。それがプーアル茶。でも、あれね、深見ちゃん、この間、あの、シャンセシャンセで、日高でやった時、めっちゃ喜んでた、あれ、スイスのせいちゃん。めっちゃ、めっちゃライブよかった、言うて。いや、それは水晶のせいや。水晶のせいや。着戦で当たったな。やっぱり客にも聞くんだわ。聞く人には。そうか。よかったわ。もうちょっといろんな研究しよう。ギターとか収入悪かったのに客には受けよかったわ。一番そういうあのスピリチュアルから遠いような人がめちゃ良かったですよ。出てきよったわ、うん、やってるのがいいね。1歩2歩3歩入ってきよったから、まあこれはまあほんまやろなと思ったわ、うん、打たれとったわ。みんな食おうって高専に。そうあれシーラグ昔水晶商人やってたよな。ブラジルで。そうなんや。ブラジルで。何年水晶が並べとった。20年ぐらい前。ちょうど繋がったんや話。よかったんや。いや、水晶すごい、やっぱりすごいわ。あれやっぱり運勢上がるの分かるわ。ああ。Kings of the record on Del Chini. Here's a brand new station.
恋ごとに眠る。